はい、皆様本日もカジオ鉄道チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。さて今回はですね、こちらの A2 サイズのローカル線のレイアウトが、ほぼほぼ完成しましたので、車両のね、実際走るシーンをご覧いただきたいと思います。今ね、こうやって走っているのが、北海道のですね、キハ130型のディーゼルか日高線の車両ですね。一両でとことこと走る姿が可愛い車両となっております。このレイアウト、カーブの部分が、C の140程度の、急なカーブになっているので、このぐらいの車両がですね、走行できる限界かなと思います。あとはですね、JR 四国のキハ3新潟とか走らせても、楽しいかもしれないですね。ということで、今回はですね、こちらのキハ130型や、キハ3人など、短いですね、機動車の走行シーンをご覧いただきたいと思います。はい、皆様、今回の車両の走行動画いかがでしたでしょうか。A2 サイズのですね、このような小さいレイアウトでも、見ようによっちゃ結構楽しめるんじゃないかなということがお分かりいただけかと思います。今回はシンプルなレイアウトプランなんですけども、次回はですね、もう一回り、大きいサイズのレイアウトを作って、貨物列車とかをね、走らせる、そんな感じのレイアウトを計画していますので、また次回のレイアウト制作、お楽しみにください。